ですえー、おはようございます。こんばんは。ミクトバン触れて、えー、ダニエル書4章ですね。えー、ダニエルが、ダニエル書ですね。夢、すごい神様が知恵を与えられました。えー、今日はこのダニエル書の4章から、えー、バビロンの王ネブカデネザルは、この、おごり高ぶって、えー、そのゆえに、野、えー、の,の獣と同じようにされましたですね。そして、その、 この期間が終わったとき、えー、また、ネブカネザルは神様を褒めたたえてますね。えー、ダヌエシュ4章の34節からお読みいたします、えー。その期間が終わったとき、私、ネブカネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたえ、永遠に生きる方を賛美し、褒めたたえた。 その主権は永遠の主権。その国はよ会限りなく続く。地に住む者は皆、亡き者とみなされる。彼はあ天の軍勢も地に住む者も未国のままにあしらう。えー、見てを差し押さえて、えー、あなたは何をされるかという者はいない。私が理性を取り戻したとき、私の王国の光栄のために、私の遺構も輝きも私に戻ってきた。私の 顧問も貴人たちも私を迎えたので私は王位を確立し以前にも増して王いなるものとなった今私はネベカでネザルは天の王を賛美し崇め褒めたたえるその宮沢ことごとく真実でありその道は正義であるまた高ぶって歩む者を減りくだったものとされる えー、感謝いたします。えー、この聖書が一貫として、創世記の初めから、えー、ヨハネの目視録の最後まで、私の救い主、イエス様のことが、えー、記されています。えー、全知全能すの全てを知っておられる神様、え、眠くか、寝ざるかあ、その動物に、えー、にまで、えー えー、されましたけど、理性が戻って、えー、神を、誠の神を賛美したことを覚えて、今日も、お,お仕事が、今日で最後、えー、今年のお仕事最後ですけど、主を覚えて賛美して、えー、主と共に見たい一日と覚えさせられました。感謝いたします。このマサートの YouTube チャンネル登録またコメント、いいね、ボタンとよろしくお願いします。マサートでした。終焉です。パッションプレゼル、シャロム、シャロム、シャロム。